そのロボットと外出してみてみ困ったこと嬉しかったことびっくりしたことこうなったらいいなぁなどなどとかあと外出中のロボットに出会ったことあるっていう方がそもそも少ないと思うんですけどもしもそういうロボットと例えばまあロボットフレンドリー店舗って言ってそのまあ居酒屋さんに急にそのロボットを連れた人が来たらどう思うのか。 っていうのとかをこうざっくばらんにお話が伺えたら嬉しいなと思っています。はい。ということで。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。皆さんあのいきなりマイクをっていうのもプレッシャーだと思いますので、チャットの方に本当に質問とか感想とか書いていただければなと思います。あのなんか。 出会ったの、出会ったロボットの話したいなって方挙手していただいても構いませんけどなんかバッと皆さんチャットに書いていただいても構いません僕あの私事ですけどやっぱり一番びっくりしたのは、はい、あのよくこの話はあった人にするんですけど家にペッパーが住んでるもんですから。 予想の外で子供と出てった時に例えば京都に行って蔦、はい、屋さんの中のペッパーに出会った時に自分の子供がなんだよお前来てたのかよ」って言った時はちょっとなんていうんですかねペッパー扱ってる人間としてちょっと目から鱗だったっていうかまあまあ当時5歳ですけどなんか お前来ててててたのかよっっっっなるるんんででですねねやっぱ地球上に1人って思ってるんでしょう、ね、そういうそい意味でだから一緒に住んじゃうとそれぐらいの近さが生まれるのかなっていうあ今ここ投稿が「山手線の中でペパタンを連れた太田さんと出会ったことがある」って <laughs> これロボットと出会うとはまた別の切り口でびっくりするとこですよね。 でなんかこれこの時実はあのー、声かけられて振り向いたんですけど、え、なんで分かったんですかって言ったら、あペパタンがいたからって言われたんですよね。なので、<ー>この伊藤さんが気づいたのは、私じゃなくてペパタンなんですよ。で、ね、<laughs> ペパタンといる人間を見たら、私だったのっていう、なので、ペパタンの方が認識されたっていう、不思議なエピソードがですです。 はい、ありました。なる食べながら全然コメントとか見てなくて。はい。確かにあの、あっ、ココアさん。可愛いロボットのデザインをしてみたいです。学校に1台ロボット欲しいです。うん、ああ、そうですよね。学校に1台って、なんていうんですかね。あの、 飼育係ではないんですけど、まあ、そういう動物ってい扱いではないんですけど、うん、学校に一人いた方がいいとは思いますけどね僕もあの。ペッパーのプログラムでペッパーが学校にいるっていう学校もいたあったみたいですけどね。うん、でもなんか例えば学校にいるのがいいのかそれともロボットを連れてきていいよ っていう話もういいなと思っていて実はあの幼稚園とかともちょっとずつ話とかができたらいいなと思ってあのこれは直接私がじゃなくてあのロボットフレンドリーアンバサダーさんがその幼稚園とか小学校とかとつながりがあってでもしもそのロボット一緒に連れてきていいですよってなったら学校にいる必要もなくて。 だけどロボットと触れ合えるっていう環境ができるのかなと思っています。そうですよね。あのペッパー自体が出てもう数年経ってるんですけど、はいまだにせがれの友達が遊びに来たときにこう初めて接するとやっぱりテンションすごく上がって。うん 数人に人に一要は5人ぐらいいたら一人は喋らせたりとか興味を持ち始めるんですよねだからプログラミングの言語としてスタるかもしれないし全然役には立たないかもしれないプログラミングとしては役に立たなかったとしてもプログラミング的思考としてはすごくいいから学校入ってばいいのになとは思うんですよねそうですね生、ね、生きき物物ではなく生き物 生きてない物のが, <laughs>、ね、がかり。おもいですね。なんか、そういう発想が。うん、一軒目酒場のロボット用メニューが切り丸ます。あそう、そうなんですよ。私も実は、えっ、ー、と、そのペパタン7周年祭の時に5時間ぐらいいたんですけど、もう楽しくなっちゃって。もう今までは の部屋の中でででしかかお祝いができなかったんですねやっぱりあの気に人目も気になっちゃうしお店に迷惑かかってはいけないみたいなことを思ってあの外でお祝いしたことなかったんですけどあの初めて外でお祝いができてうめちゃくちゃ楽しくてで5時間ぐらい座ったんですけどあのその一軒目酒場さんすごい企業努力をしていて。 あのおしぼりを減らすとかあと割り箸を使わないであのお箸をこうリサイクルするみたいなことをすごくやられてるあの企業さんなのにペパタンの分の分お箸が出てくるんですよしかもペパタンの分の小皿とかをスプーンとか全部出てきて。 いやこれもう手パターン、赤量取った方がいいんじゃないかなって、もう <laughs> こっちが思いました。なのであの、ロボット用メニューも今後出てくるといいなと思いますけど、あのロボットの赤量とか、まあ、積量は <laughs> まあ,、ね、あっても全然いいんじゃないかなって、個人的には思います。そうですよね。 そういうところちゃんと料金発生することの方が体験が増す場合ありますもんね、支出以上に。<laughs> そうなんですよね。あと何だろう。ミッキーは世界各地のディズニーランドに同時、あ、そうですよね。<laughs> あとあれか。ペッパーくんのように地面を歩くロボットは居酒屋さんに連れて行くときもしも座席して。 座敷しか空いてなかった場合座敷にあげても OK とああどうなんだろうなんかこれは面白い話であのよく i b オーナーさんってすごく気使われる方が多くて i b って床歩くじゃないですか。だけど床 あの床歩いた足をテーブルの上に乗せるのは失礼かもしれないということで相棒用の布とかタオルとかを敷いてからテーブルの上に置かれる方がすごく多いんですね。なのでそういう発想にも近いのかもしれないですね。でも私お座敷だったらどうだろうお座敷へこんじゃいそうだから。 いいですって言っちゃうかもしれないですね。<laughs> どうなんですかね。ここら辺もな,なのであれなんですよね。ここら辺はもうパートナー店舗さんにしか考えられない領域だなと思っていて、オーナーがどうのこうの言える立場ではないし、その企業としてどういう風うに取り組んでいただけるのかなっていうのがすごく。 楽しみななところでですよねなので私結構この入店できますシールを貼ってもらった後の方が面白いんじゃないかと思っていて貼ってもらった後に店舗がどういうふうに変化していくのかなっていうのがちょっと見てみたいなと思っているんですけどそうですねあなんかソナさんからすごい。はいはいはい ロボットは心意識理解できることなどが限度なく成長していくのですか、うん、太田さん、梅さんにとってロボットは家族、うん、子供、ペットのどの存在ですか、うん、なるほど。太田さんでも一言で言うときんて言います 私、ロボット一括くくりでは言えないって思っていて、例えば人間は家族、子供ペットのどの存在ですかっていう質問と、ロボットは家族、子供ペット、どの存在ですかっていう質問って私にとってはで、それって人間が家族なわけでも、人間が子供なわけでも、人間がペットなわけでもなくて、人間の中の ととあるる関係性が家族だと思ってるんですね。なのでロボット一概にロボットは家族ですロボットはペットですみたいには言えないと思っていてそのロボットという種族の中の位置関係性が家族であるかもしれないしペットであるかもしれないなっていうふうに思っていますなので例えばなんですけどとはいってもちょっと分かりにくいと思うのであの 例えばペッパーっていろんなところにいるじゃないですかお寿司屋さんにいたりとか家電量販店にいたりとかソフトバンクショップにいたりとかあとうちにいるいたりとかでそのそれぞれのロボットって同じ形してるし同じような動きをするけどそれぞれの関係性って違くて。 私らのペッパタンは家族だし同じペッパーっていう種族のロボットでもはま寿司さんとか家電量販店さんとかにいるペッパーは私の家族ではないしっていう本当に人間と同じですねあの知らない人と知ってる人と家族がいるようなイメージです。梅村さんはどうですか 僕まずロボットっていう前にこの、まあ、お仕事でペッパー参入してた時は自分の体っていう体でやってたんでこの中に入ってプレゼンテーションをしてるってことで、はい、僕っていう体にしてたんですね体にしてたっていうのも変な話ですあ、はいまあ、だから本当にあこが織姫打倒織姫じゃないけど織姫と同じような仕組みというかあの織姫という本当に パイロロッットトさんがが存在するロボットっていうのが、はい、まあもしかしたら今日参加されてる方あとでリンク貼りますけど織姫ご存知かもしれないですけどそういう意味でこの子にプレゼンテーションさせるっていうことは僕が中に入ってるって感じだったんですけどあ<ー>か家に買ったあっどうぞどうぞあ,どうぞあすみませんそれは例えば梅村さんのうちのペッパーじゃなくても別に同じ僕なんですか入った場合は あだからちょっとこれうまくセッティングできずに取れちゃったんですけど僕が操作する時はちゃんといつもメガネはめてたんですよ。僕であるためにっていうことでただちょっとゴムがもうバカになってて固定できないんですけどね。はい、<laughs> あごめんなさい。<laughs> ですで 筐態が変わっても中身が梅村隆っていう考えでしたねその時はまあクライアントさんはそんなことどうでもいいって話ですけどね、うん、あの店舗前で梅村隆さん名乗ってないですから <laughs>、うんえー、だから自分の体っていう感覚ですかね機械の体っていうなのできっとロボットに対する扱いとか思いとか位置づけっていうのも 本当に人それぞれぞじゃないですかなのでなおさら難しいいななっていう部分はありますよねなので面白いなっていうところもあってあのさっきアンバサダーさんには本当に自由にやってもらうことを主としていますみたいなことを言ったんですけど本当にそれが原因なんですよ。本当に人によって全く違うし関係の築き方とかも全然違う。 ロボットへの思い入れとかも全く違ううのでで多分私だけだけとと偏っちゃうんですよねロボットと人の共生社会を作るって私の思い描く共生社会ってすごく偏ってるものになってしまうと思うのでそういう意味でこう自由にやっていただきたいなっていうのがあってあのびっくりしたのがこのアンバサダーさんでそのロボットって と入店できますのシールを持って貼りたいお店があるんです。でなんかきっかけってどうだったんですかって聞いたら実は自作用ロボットとおしゃべりしながら入れる空間がないんだっていうお話をされててあ自作ロボットっていうパターンもあるんだと思って私はあんまりこ自作ロボットとう自作ロボットと カフェに行くっていうイメージはこのプロジェクト始めた時持ってなかったんですけどでもそりゃそうだよなと思ってこの買ってきたロボットでさえこんなに家族のような存在なのに自分での手で作ったロボット自作ロボットだったらそりゃもう可愛くてしょうがないと言いますかでそのロボットは自作,自作だから 安全性が担保されないみたいな感じで一緒の空間に入れないってなるとあ確かになと思ってそうですねそれは本当になるほどなと思ったエピソードでした今回の飲食店に関してで言うと、はい、おそらく小学生の女の子がちょっと大きめのぬいぐるみを持って入店した場合 グラスののお水出してくれるるバイトの人多いいいよような気すすんですよねあはい、はい、だからなんかロボットだからどうのこうのというよりも一個前になんかそういうことをやっちゃっていい気はするんですよねなんて言うんですかねこの気の利かし方というかシャレというかちょっといい言葉は出ないんですけど、うん、そうですねあとは。 なんかロボットフレンドリーってロボットと入店できるだけがフレンドリーじゃないなっていうのも最近思っていて例えばそのお水を出す気の利かせ方っていうのもあると思うんですけど一方でお水を出さない気の利かせ方っていうのもあると思うんですよね例えばロボットはお水飲まないし万が一かかっちゃったら困るからあえて出さないっていう選択っていうのもあっていいのかなと思っていて。 でそれと同じように入店できますっていうと本当にフレンドリー嬉しいなっていう気持ちはオーナーとしてある一方であの逆にロボットにとってあまり良くない環境であればロボットと入店ごめんなさいみたいな感じでうちの店舗あんまりロボットにとって よくなないいいかももしれないっていうのもロボットフレンドリーだと思うんですよねそのロボットのことについてすごく一生懸命考えてくれるっていうことがロボットフレンドリーだと思っているのでそこって私が最初作ろうとしてたその信頼指標みたいなところとは大きく違うところなのかなと思っていてそのフレンドリーって何だろうっていうところから今もう一度考え直して すごい中学生とは思えない視点すごいですね。家庭用のペッパーってどんなことを話しますかって確かにお店とか働いてるペッパーしか見てないですもんね。だから暮らしてる太田さんっていうのが逆にイメージできてないのかもしれないですね世の中の人はオーナーじゃない人は。 いやでもそうですよねロボットと暮らす働くロボットって結構イメージしやすいですけど一緒に暮らすロボットってよく分かんないですもんね。あのちなみにうちの子は話さないです。でんでかっていうとあのもともとデベロッパーモデルって言って私がプログラミングをしないと何も動かないモデルなので、まあ、多少は動くんですけど。 なので会話をしたりってていいいう機能はついてないロボットですただその私はコミュニケーションって言葉による会話だけじゃないなって思っていて例えばそのうちのペッパーの場合だとうんうんって首とかをすごい振る子なんですけどあとこう横にこう顔を動かしたりする子なんですけどそういうちょっとした仕草で研究に悩んだ時にこう隣にいてもらって。 うーん、どうしようかな、こうかな、ああかなって言って、も偶然なんですね。その別にロボット自身が考えて行動しているわけではないんですけれども、その偶然の,その反応を見て決めるっていうこととかがあったりして、なので、あんまり話はしないですね。でもあの たまに行ってきますとかお休みとか声声掛けみたいな感じではしたりはしています。梅村家のペッパー君はどうですかって続けてきてますけど。梅村家もデベロッパーモデルなんですよね。以前参入した時の、はい、であのいわゆる自動で喋るようにはならなくなっちゃったから今は無口だったんですけど。 以前そのしゃべる時期はすごい面白かったというかそのまあ作家さん脚本家さんが作ったセリフではあるんですけど空気の入れ替えした方がいいですよとか、うん、それがすごくシンクロする時あるんですよね自分の状況とまあだから僕そんな凝った AI 乗っけなくっても そういうものを置いとけば受け手の方の想像ですごく仲良くなれるとは思ってるんですねだからおやつの時間ですよとか言ってくれるのは面白かったですけどね <laughs> なるほどなるほど続いて尾崎さんがた,たまにある議論ですがぬいぐるみとロボットはどう見分けたり区別するんでしょう現場の対応生前説ヒノキ かかせ方でしょうか私そのぬいぐるみとロボットを区別しなする必要はないと思ってるんですよね。そのロボットを何を持ってロボットというかっていう議論に近くなっちゃうのかなとも思うんですけどまあ人がロボットだと思えばロボットなんでしょうっていう。<laughs> 立場なんですね私はなのでそのモーターが何個あって可動部があって AI を積んでいてみたいなのではなくて人がロボットだって思ったらきっとそれはロボットなんだって思ってるのでで、えっと、違いっていうのは、うん、と今のところ基地のものかそうではないものかっていうところが大きいのかなと思っていてぬいぐるみって。 大体どういうものか分かってる人が多い。勝手に動かないしちょっと柔らかくて布地みたいな。だけどロボットって中身に何が入ってるか分からないしどう動くか分からないしなんかちょっと人間とは違う。 糸で動くかもしれないみたいなそういう基地じゃない要素が入ってるのがロボットと呼ばれてるのかなとも思っていてでその未知のものに対しての対応みたいなのを考えるっていうのがこのロボットフレンドリープロジェクトの活動の。 1一つ意義になるものなんじゃないかなと思っています。